この場所ってご記憶にありますか？飛び入り全然今とそうです飛び入りですね。これは何と読むでしょう？タッチ、タッチ。喋らない喋らないと何についてシャープ1とか2とかもそうですけどもそうですよ喋らないと我々はもうダメなんだから、ね、あと声張らないとお題をどうぞ貼ってお題をどうぞいや逆にどうでした皆さんあの1回放送2回放送目があって反響とか反響はめちゃめちゃありましたよ僕ボノテっていう伝統芸能やってるんですけど、うん、もうそこの普段電話なんかかけてこない偉い大人が電話かけてきてそうお前が出とったもんで電話してやったわってすごいはいってでもありがたいですよねそうやって棒の手の話をしろととにかく言われましたけどトラがね出てきちゃったトラがねそろそろじゃないかってこう耳元でささやくんだよトラがですかいやいいよ、それでは今日もやっぱり決まり事として吸着をしたいと思いますね地元吸着番組として吸着だ、はい、いつものですねそれではいきますよってやつだせーのよっ地元吸着番組進めトヨタ少年家族はいはい戻ってきました、まあ、1回目はスペシャルな感じで2回目はまあスタート、はい、3回いよいよ佳境に皆さん入ってきました今日は3回目で佳境です3回目いきなり佳境ですあの大変なことが起きると言われている人間も一人おりますのでね、誰から行きましょうかはい、はい、じゃあ今日は亮から行きますおおはい、それではおいでん祭りへの道 VTR 行ってみりんね、992から28まで今落ちてんですよということで去年を超えるどちらかで、はい、超えないと大変なことが起きるよ何する気だよこの前もスタジオで、はい、まあ、あの髪型どうなってるのチーム数、はい、確実に、うん前年の上回る達成しなかった場合は、はい、大変なことって言ってたよいやだから怖いって言ってるじゃないですか怖いかな達成しなかったらね首だからホランド首ほらでも、うん、前年度を増やすは、うん、普通にシンプルにトヨタ市的に大事だと思うんでそうだよな正直カズマ割りたいですそれはそうそうだな、はい、前向きちくしょうちくしょう友達でダンスの先生やってるやついるんでちょっと電話してみますね、うんうんうん、そうだな亮が自主的に動き出しましたダンスあ、もしもしおいでん祭りに出てるチームとか、まあ、出てたけど去年コロナ禍で出なくなっちゃったみたいなさ、うん、チームとかってさちょっと分かったりしないかな分かったじゃあちょっと聞いてみるわありがとうごめんねまた連絡しますなんて優秀なんだ俺の友達は愛知県の豊田市でダンスの大会に出ていれば出ました土着高校っていう高校があってダンス部があるそうですこれは確実に出てくれるんじゃないだろうかかけてみたらおいでん祭りにぜひ出場していただけませんか学校にかけた取材をしていましてなるほど一番中心で見ている高校からお電話差し上げるとすいませんありがとうございますじゃあすいません何卒よろしくお願いしますおいで祭りどうだろうかというダンス部あるところ知らんつぶしに行こうと思って難しいかなというふうに思いますのではい難しい、はい、難しいんだあなるほど、はい、待ってくださいうんどうした俺一番強い人知ってましたあ終わったお、はい、ごめんね今カメラ回ってるんだけどいいあ誰だろう嫌だいや嫌だじゃん嫌だおいでんに誰出てるチーム、うん、でさあそこ出てるよっていう人の連絡先を
可能な限り欲しいんだけど。伊佐スポーツクラブとか。そう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 。プールのところ。オッケー、分かった。ありがとう。うん。すいません、失礼します。かなり親しい感じ。はい。はい。持つべきものは母親です。あ、まあ、お母さん。お母さんだったんだ。うちの母親はトヨタの広報も配ってますし、おうおう、あそこにあります下小屋公民館で全情報を持ってる人なので。なるほど。なんで、あ、すいません、伊佐とスポーツクラブの方に、あ、場所わかります？プールの方。とりあえずそこのダンスチーム。うん、が絶対あるので、動きますよ、習ってるダンスチームが、そうそうそう、ちょっと確実なアップが取れるのではないのかな、自分の首がかかってますからね。そうですね。急はダメだね。急はダメだ。で、今ちょっとカメラ来てて、ちょっと担当の方いらっしゃる。はい。だから、この缶で何かやろうけど、まず彼にこんな流すだ、はい、取って入ってこんって感じっていうこと。普通に怒られてると思うんですよ、これ。サトスポーツクラブさん、はい、チームが一応あるじゃないですか、はい、で、ちょっとそこのでも何も分かってなくて、飛び入りで入ってきたけど、全然今そうですね、飛び入りですね。今アポ取りに来てる状態ですね。あ、そういうこと。はい、どっちかというと今ここというよりかはここからちょっと繋いでいただけたらなというか、正式に幼稚園の子供たちのダンスチームがあるんだけど、はい、ありがとうございます、すいません。スポーツクラブからちょっと、はい、そうそうそう、情報はくれたんです。わかりました。今もらった電話番号、さっきの、はい、あれ、いただきました、うん、もしもし、はい、ですね、はい、今伊佐とスポーツクラブさんから、はい、ご紹介いただきまして、はい、大井伝祭り出るかどうかちょっとわかんないですけど、ぜひちょっと背中を、はい、押すみたいな形の、聞いておきます、よろしくお願いします、はい、あ、わかりました、はい、はい、友達がもしかしたらおいでん出るかもしれないので、もしもし、もしもし、土、あれ土出た、一応毎年出てるよ、一応毎年出てんだ、何で出てるの土は。いや、お前の母ちゃんに頼まれて出たよすいません、おいでん祭りの募集が開始しております、よろしくお願いします。おいでん祭り募集よろしくお願いします。参加チーム募集しております、よろしくお願いします。お願いします。とにかくおいでん祭り盛り上がってほしい、はい、と思います。でもまあワンチャンツーチャンあるわけじゃない、ワンチャンツーチャン、ね、まあ、マイタウンで69、仮に超えなくても、はい、まだね、総踊りの28はあるわけだから、そうですね、うん、だからまあでもやっぱ普通にやっぱもうマイタウンから超えてほしいですけどね。まあそうだね、そうですね、だからまあじゃあ逆に言うともうあれか、マイタウンは超えられると、じゃあ2連勝を約束するってことえ、しないですよ別に、それ2連勝で約束しないですよ、しないのね、しないんかいどっちかが良かったらいいんだからそんなもんどっちかが良かったらいい、でも2連勝したらいいですよね、そうだね、2連勝したらいいですよ ね、しかも28が56とかね倍になったりなんかしたら、確かに、あ、やっぱり亮が頑張ったんだね、うん、やっぱり、あ、電波少年家族が頑張ったんだねっていう風に、トヨタ少年家族、トヨタちょっとでもさっきのあの車の中のあの発言が良かったね、だからその自分が首とかなんとかじゃなくて、これはトヨタ氏にとって大事なことなんだと、うんうん、前年度を増やすは普通にシンプルにトヨタ市的に大事だと思うんで、そうだよな、これはでもね確実にやっぱそうですね、増えるだけで盛り上がるんだったら、うん、んなもうねむちゃくちゃ増えた方がいいですからやっぱ、うんうん、いやもうこれが放送してる頃にはもうみんなもう決まってるんですよね、そうだね、だからその頼むとかないんですけど本当にあとやっぱり僕なんかも東京でそのトヨタ市出身の人間がいるんだけど、やっぱおいでんって言うとテンション上がるもんねそうか、うん、どうです、その人と一緒に土屋さんも踊り出るのどうですか、そうですね、ここは別にいいの、あ、私たち楽しく踊りましょう、はい、何年か前を思い出して1チーム確保です練習風景とかもどんどん、こちらから応援に行かせていただければなと思っておりますので、どんな情報でもお待ちしております、僕が、あなたの、稽古場に伺います、よろしくお願いします、はい、ね、さあじゃあ続いてのコーナーはどちら、はい、じゃあ今昔行きましょう、お母さん、はい、はい、トヨタ今昔写真、
はい、それでは VTR まだまだまだどういうコーナーですか。どういうコーナー、はい、昔の写真を頼りに現在今どうなっているかというところを探しに私が、写真を撮りに行きました。はい、 VTR 行ってみりん。この写真、はい、どうなってますかね。こういうベンチが残ってるといいですけどね。この作家記念みたいな、この作家記念じゃない、まあ、ヒットはこの後ろの、逆に言うと山ですね。こういうのとあんまり変わんないですから。でも子供もね、どこだかわかる、男の子ランニングで お父さんはなんか、これこういうシャツですよね、はい、いわゆるメリアスみたいな俺は分かりそう。じゃあ行ってみましょうか。ことだろうなと思って。古い住宅街なんですかね、この辺は。どうなんですか。多分古いと思います。古いですよね。聞いてみますか。この写真を見て、どこの昭和48年ぐらいの写真だっていうことなんですけども、うん、これなんとなく越戸公園のあれかなっていう。越戸公園、あの公園、堤防の上に道があって、その下が公園になってるんですよ。広場、野球ができたり。あ、うん、越戸公園って言うんですか、うん、そこのなんとなく雰囲気に似てるかなとは思うんですけれども。あ、そうなんです。砂地ですしね、はい、と越戸公園というところに雰囲気が似てるんだけれども、はい、ちょっとこの山の感じが腑に落ちない、はい、ただこの垣根は少し残ってるところも、おその越戸公園には残ってるらしいんですが、はい、あの知ってるか。すいません、ちょっと教えていただきたいんですが、この場所ってご記憶にありますか。あ、これ川。川だって、すごい。川。これがちょうどこの真ん前ぐらいの。これ。この岩のあたり。あ、岩。あ、この岩は あれ今もありますか。あります。あ、ずっと行くと。ずっと。あの国土維持派の隠語さんのバイパスができたばっかりで、はい、その堤防を乗り越えるとここが見える。はい。はい、行ってきます。はい。わかりました。ありがとうございます。さすが地元の方、やっぱりすぐ分かりました、ね、この格好については触れられませんでした。触れられませんね この川が何川ですか。矢作川ですか。あっちゅうさんですか、多分。すいません、ひまわりネットワークで取材に来てるんですけれども、うん、この場所が分かったら教えていただきたいんですが、この辺りでしょうか。昭和48年です、うん、ここらですけどね、やっぱりここだ。ここって言うと、この向きはどんな、これがさっき岩じゃないかって言われて、これなんか今残ってますか。あそこトンネルじゃないか。あのトンネルですか、うん、あの岩場、うん、この岩場がここら辺じゃないかな。あ、この辺で、うん、これがこのベンチで、この一緒ですもんね。一緒だ。一緒です。うん、ベンチ、そうですね。これが3ですね。この大きいやつですね。これがこれ3か。そう。座る。多いっすよね。石のベンチなんか。あります。あ、あれしてる。切ってるから短い。はっはー。はっはー。もともとはこれちっちゃいあれで。細いですもんね。はいはいはい。向こうから撮ったってことですね。そうですね。随分土が多くなって足が短く。あ、本当だ。いや、洪水。あ、洪水で一度ものすごく洪水があったでしょ。はあ。ヤンダムが危なくなって放流しちゃったもんだから、こういっぱいまでこれで取れたし、いっぱい。なるほど、なるほど。ということは写真のアングルはその外からですね。こっちってことですね。そこ？ベンチがここだから。ああ、ベンチがここ。ってことはそこからまっすぐこう来たこの辺。ね、あのラジオ体操やってるじゃないですか、うん、すいませんけど、あのお子さんの役をちょっとやっていただいて、私もあのここで一緒にあのこれおじさんの役やりますんで、こんな感じで通りすがりですこんな感じ撮ります。あ、ちょっと待ってください、はい、せっかくだからあの
薄着に。じゃあ手を上げてもらったら、はい、はい、取ります。チーズ。チーズじゃないと思うんだよ。チーズじゃないですか。ほら、あ、すげえ、すごい、まんまだ。そう、木もちゃんとね、生い茂ってる。そう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 、ちょっと土屋さんがすごいまであるぐらいでも土屋さんっぽいな。はい、ということでね、今回もまあ見事、はい、同じ場所でやれたと、はい、写真撮りました。この今昔写真の Facebook のページがあります、うん、あの実はそこのページには放送の前に 今度の放送はこれで出しますよっていう写真をアップします。あ、でそうすると放送までにこれはどこなのかなっていうふうに、まあ、いろいろ、そうそうそう、想像したりとか当てたりとか、そんなようなことをあの Facebook は先行してやれたりするので、トヨタ少年家族のファン必見ですね。そうそう、それからアプリですね。アプリの方は僕入れました、はい、あ、私も入れたし、友達も入れたって連絡来ました。あれもあの、まあ、全国でね、 Android も、両方あの iOS も App Store にもありますので、はい、無料 でこれもどん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 増えていくと思いますので、はい、トヨタ少年家族では昔の写真を募集しております。お近くのひまわりネットワークの窓口へお持ちください。 Facebook からでもアップできますので、どしどし応募ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ついにあの伝説の金髪男がトヨタに降臨。ドラヤバい店を発掘し、売り上げ対決、負けたら即刻クビ。発掘バトル、ドラヤバい店に行ってみる。なるほど、 SDGs、守ろう海につながる矢作川。食器は洗う前にしっかり拭き取ろう。油を流さないだけで魚が喜ぶよ。身近なことから始めよう。豊田市にひまわり畑を作ろう。豊田市のシンボルであるひまわりをいろんなところに植えて、それを皆さんに映えスポットとして堪能していただくという企画でございます。はい、一、はい、ついいお話が、呼びかけたらなんと一般の方から2つ、うちでうちに、植えてもいいよと。庭、本当ですか、畑、なんとひまわり畑ありました、やったー、すごい、ひまわり畑すごいよ。2組の方からあのひまわり植えていいよというふうにいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。まだまだ皆さんの周りにひまわり畑ここあったらいいなとか、うちの畑お庭とか植えていいよという場所ありましたら、ぜひひまわりネットワークへご連絡お願いいたします。待ちしてます。はい、ということで今日も3つのコーナーが終わりましたけども、はい、先週途中で終わりました、はい、遠くに住んでるトヨタ人、うん、はい、カナダの鈴木さんを続きでお呼びしたいと、はい、カナダのトロントの近くにあるブラントフォードという町にいます。ちなみに今はマイナス4度ですね。マイナス4度ということで、鈴木剛さん。さあ、それではですね、事前に鈴木さんのですね、トヨタの青春の味、忘れられない青春の味を聞いております。なくなっちゃったお店もあるんですよね。みちんもなくなりました。なくなったんですか。はい、はいはい、さあ、それではですね、それ以外のもの、実はスタジオに用意をしました。お、まずこれですね。これわかります。はい、わかります。なんですかこれは。松城のコロッケ。松城のコロッケ、これはやっぱ青春の味なんですか。青春の味ですね。あの今はこういう綺麗なお店になってますけど、頃、うんうん、は山信さんっていうスーパーが隣に、はい、その隣に松城のコロッケっていうコロッケ屋さんがあって、うん、まあ、そこのコロッケを食べてましたけど、はい、どんな時に食べてたんですか。高校生の時の帰りとかに、うん、あ、北高生はそうね、北高はそうですよね。北高、東高生は松城のコロッケ食べるね、うん、はい、あ、そうなんだ。あ、ちょ、トヨタスタジアムの方から1本ですから。そうですね、電車に向かう方ですもんね、
あの私の頃はあのトヨタ大橋はなかったもんですから、あのそうか、トヨタ大橋なかったんだ。そうなんだ。急遽橋しかなかったもんで、はい、あー急遽橋さあそれでは、もう一つ青春の味、こちらわかりますか。わかります。はい、何でしょう。これはジャックのあの惣菜パンですね。そうです、ジャックの惣菜パンです。これはこちらの3人はあんまりわかんない。あ、でもこのパン屋さんは行ったことありますけど、これを食べた記憶はないかも。ああそうですか。まあ私が小さい頃に親と一緒に買い物行った時に、なんかこれを買って帰って食べるっていうのがありまして、いや美味しいなって私個人的には思ってます。なるほど、そしてもう一つこちらです、うん、これあの大好きですね。地元のお店ですね。福岡屋さんっていうあの和菓子屋さんの、うん、いちご大福、うん、あーいちご大福ね、うん、しょっちゅう前通る、いちご大福も美味しいんですけど、うん、その栗が入ってるんですね、それ真ん中に、うん、栗が入ってるあの周りに白あんがあって、それがすごく美味しいと。私は栗が好きだもんですから。なるほど、なるほど、なるほど、はい、というふうに3つスタジオに準備いたしました。鈴木さんからしたらとんだ飯テロですよね。本当ですよね。11時50分ですよ夜の。鈴木さん食べたいですか。なんでそんなこと聞くんだよ。なんかこの距離がとあのすごく遠く感じますね。そうですよね、1万キロありますもんね。しかしこれを鈴木さんになんとかいろんなあの手を尽くしてですね、トロントにお送りしたいと思います。今から。すごい、はい、ただ、はい、ただというわけには参りません。そんな。ということでトヨタクイズ。これからクイズを3問出します。1問正解ごとに1つずつゲットしていける。それではクイズを出していきたいと思います。じゃあお母さんからね、1問ずつじゃあ3人出ますんで、クイズ問題を、ここに出ますんで、読んでいきたいと思います。それでは鈴木さんよろしいですか。大丈夫です。トヨタ市民の方だったら当然わかるはずの問題です。それでは第1問いきます。お母さんどうぞ。はい、これは何と読むでしょう。カッチ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 ダン。正解をどうぞ。さなげ温泉です。はい、鈴木さん待ってくれてました。カッチカッチの時間。そうだよ。これはまあだからみんなね、見てる人もこれはわかるでしょうとか、まあでもねこれ豊田市以外の人はまず読めないですよね、うん、変な話ね。そうなんでしょうね、うん、絶対読めない。だ豊田市の人の証明ですよ、はい、逆に言うとね、これは。さあそれでは第2問。亮、はい、倉ヶ池公園の古い名鉄電車車体の色は何色。カッチ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 ドン。正解をどうぞ。赤色。え？もう一回。赤色です。赤色、はい正解。さあそれでは第3問お願いします。はい、昨年のサッカーワールドカップ日本代表で活躍した豊田市の高校を出た選手は誰。カッチ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 ドン。答えをどうぞ。はい、吉田麻也選手。あ、正解。これはサッカーファンですか。あ、結構グランパスの試合見に行ったが。あ、そうなんだ。じゃあ余裕だ。そうか、なるほど。これはあの結構有名です。あ、そうですか。ということで見事3種目全部獲得です。おめでとうございます。万難を排して送らせていただきます。ひょっとしたら真空パックになってる可能性もありますけど。はい、それでは改めてですね、これを見ている、トヨタの少年少女に、メッセージをお願いします。まあ本当にあの今小学
校とかで、まあ、一生懸命勉強とかね、運動とかしてやってると思いますけど、やっぱり自分の、好きなことをね、どん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 伸ばしてもらえて、もし、よかったら海外に興味を持ってもらって海外で働くってことも考えてくれたらいいかなと思ってますんで、頑張ってください。はい、じゃあ鈴木さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで見事3問正解をね、うん、なんかいろんなこんなところにトヨタ人がいるんだなみたいなものは、うん、なんか見てつないでいろいろお話聞いてみたいですね、うん、はい、はい、それではまた見てください、はい、今日はありがとうございました。一言ずつ、黙ってて振るってのは